はい、隠居の流儀でございますけども、今回もね、2017年の講義の方から抜粋してお届けします。今回は2つのことを主に話してますよね。一つはインターネットっていうのはどういう定義なんですかってことですよね。このインターネットっていう定義がわからないと、なんでインターネットビジネスが儲かるのかってことがわかりません。2つ目、インターネットビジネスっていうのは具体的に何があるんですかってことなんですよ。どんなビジネスがあるのかってことです。これは通販ビジネスとコンテンツビジネスっていう2つがあるんですけども、そのことについてもお話しております。で、もう1回言いますけども、インターネットっていうのは何だと思います？インターネットの定義がわからなければコストを安くすることもできませんし、儲けることもできないんですよね。まあ、インターネットっていうのは結局はコストを徹底的に下げるための道具なんですけども、そのことについてお話してますんで、ちょっとね、今回の動画は心に刻んでいただきたいのと、できればね、なるほどと思ったらご自身でも動画でこの内容を発信してみてください。それでは動画の方をどうぞ。はい、こんにちは。インターネットビジネスをどうしてそれが儲かるのかということを前回までお届けしましたけども、今日はですね、じゃあそのインターネットビジネスっていうけど、それは何なんですかというふうに定義をですね、もう一回思い出してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。インターネットビジネス、インターネットビジネスって言いますけども、一体インターネットビジネスって何なんですかと聞かれた時にスパッと答えられる方、まだまだ少ないと思います。で、そもそもインターネットビジネスっていうのは、インターネットとビジネスを組み合わせてその言葉ができています。じゃあ もしですね、この言葉を分離してインターネットっていうところだけの定義を、わかりますかと聞かれた時にお答えできるでしょうかというところから今日はスタートしていこうかと思います。インターネットっていうのは一体何なんですかね。私は明確な定義を持ってます。インターネットっていうのは道具であるんですよ。じゃあどんな道具かと、インターネットというのはコミュニケーションコストをゼロに近づけるための道具です。インターネットというのはですね、ゼロにいろんなコストが近づきます。要するに時間的なもの、金額的なものが一気にゼロになっていきます。で、私とこの動画を見てるあなたが実際に会おうかと思ったら、時間とかお金って非常にね、かかると思うんですけども、ただこの動画を見るってことに対してコミュニケーションはもう成立してますよね。でも費用はお互いかかってないわけですよ。これがコミュニケーションコストをゼロに近づけるというインターネットの定義です。それ以外の答えもあるかもしれませんが、それ以外の答えがある方は、まあ、この定義以上のものがね、あれば私も聞いてみたいかと思います。じゃあ次はですね、インターネットビジネスとは何なのかというと、ビジネスのコストをゼロに近づけているという意味です。さあ、ここまでですね、インターネットビジネスが怪しいとかうさんくさいという方は、ビジネスのセンスは全くありません。うん、だってコストをかけた方がいいっていう発想でビジネスをするのか、コストはなるべくかけずにやろうとするのかって、経営者のまあ手腕っていうのはコストをいかに削減するかですよね。もちろんかけるべきコストはかけていいと思うんですよ。カメラを買うとか、パソコンを買うとか、インターネットをもう発達させるとか、これはかけてもいいコストだと思うんですけども、わざわざ店をやってですね、その店で販売するものをいっぱいこう搭載して、セールスをかけるための従業員さんを雇ってっていうふうなことが絶対必要かといえば、絶対必要ではないです。これが絶対必要だといえば、アマゾンみたいなね、楽天みたいな通販の会社を否定することになります。EC サイトと言いますけども、あれっていうのは、じゃあアマゾンに販売店ありますか、うん、楽天に販売店あるんですか、両方ともないのに、数億円、数十億円、数百億円と売り上げを上げるわけですよね。じゃあリアル店舗がありますと。それはもうご立派だと思いますけども、じゃあオフの売り上げを上げれますかって言ったら、ほとんどの人が上げられないですよね。でも、インターネットビジネスが、どうも理解できない、やりたくない、怪しい、うさんくさいという方は、その店舗とか会社みたいな不利なビジネスを支持しているということなんで、これはちょっとセンスがないなと思います。もう本当に、申し訳ないけども、それをやっていて、もう成功がないと言ってるな、繰り返し言ってるのはもうここにあるんですよ。コストをかけた方がいいと。売上からコストを引いて残ったわずかばかりの利益を確保する発想なのか、売上がそのまま利益に、イコールに近い形になっていく方がビジネスとしてお客様への還元もしやすいし、お客様に来店をお願いするこういったね、手間もかからないし、従業員さんに無理やり誰かを働かせることなく、誰も従業員がいない状態でもできるという、まあ、理想の状態に近づいていくことがいいと思うのか、まあ、どうなんでしょうかということなんですよ。ということでですね、インターネットビジネスとはまあこういうふうな概念で始まっているということでございます。で、インターネットビジネス、もうちょっと具体的に言うと、インターネットビジネスって一体何をすることなのかって言ったら、たった二つしかやってることないんですよ。まあ一つはですね、
こうやって、誰かの存在とか誰かの商品をお知らせするための広告業ですよね。私もこの動画を撮っていけば、動画をこうね、撮ってオープンすれば、何十回とか何百回とか、多いのでは数万回再生される。要するに、その中の何万人という人が見るってことなんですよ。コストゼロで。でも、ポスティングとかポスターを貼って、5、6万人集めようと思ったら、どれだけコストがかかるかってことなんですよ。インターネットを使うことで、この全てのコストがゼロになっていくわけですよね。まさにコミュニケーションコストがゼロに近づいていくという現象がここでわかるわけなんですよ。で、もう一つはですね、通販をやってるんですよ。広告のほかは通販なんですよ。通信販売やってます。まあ、どなたかに商品をお届けするときに、インターネットを通じてお届けすることも結構できるんですよね。もう例えばですね、データですよね。書籍ですよね。で、動画ですよね。こういうのはインターネットを通じて一瞬でお客様のもとへお届けすることができます。入金確認したらその瞬間3分以内、5分以内、2分以内、1分以内に商品をお届けすることができるわけですよ。でもこれインターネットがないと封書に入れて、郵便局まで行って、で、さらに1日とか2日の配送期間を設けてですね、もうビジネスチャンスを逃してしまうわけですよ。で、相手に情報が届いた時に、これじゃなかったんだけどって返品とか修正があれば、もっと時間かかりますよね。で、お客さんの満足度どん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 下がっていくわけですよ。でもインターネットでビジネスをすると、通販をするとどうなるかって言ったら、例えば私がダイエットのビデオを作りました。そのダイエットのビデオが注文入りました。はい、売りました。もうその瞬間届きます。ね。で、返品というかね、クレームもその瞬間出せます。お客さんのストレスはないですよね。でも、通信販売をインターネットを使わずにすると、じゃあ商品を作ってですね、お届けしてビデオかなんかで、で送料かかりますと。送料の分はお客様ご負担くださいみたいになったり、なんですか、そのパッケージ、物体が届いて、まあ不満だった場合、また返送しなければなりますよね、返信を。そしたらそこにもコストがかかります。で、それはどっちが負担するのかっていうのはまあいろいろありますけども、どっちにしても払わなくていいお金を払う羽目になるっていうことは変わらないと思うんですよ。ということで、インターネットを使わないビジネスっていうのはお客様に誠実なのかどうかってことを考えると、私はまあ誠実でない可能性の方が高いんではないかなと思います。皆さんはどう感じになったのか、今日はですね、インターネットビジネスのお金持ちになるための8日目というものをお届けしましたが、ここまでですね、皆さんからの、まあ、コメントがあればお寄せいただければ、ありがたいと思います。まだまだ続きはありますけども、まあ、要するにですね、インターネットをビジネスに使わなければ、最初から勝負に負けているってことです。これはね、深く胸に刻んでいただきたいんですよ。インターネットを使うからスタートラインに立てるというだけでございます。で、できれば店舗をされている方っていうのは、なるべく早く閉めることを考えた方がいいと思います。店舗はね、非常に多すぎます。うん。飲食店でも66万店舗あったり、コンビニが5万店舗あったりとかですね、美容院が22万店舗あったり、その他ですね、人口は毎年毎年100万人減ってるのに、もうこれは、今は何とかやれても、来年はもっと苦しいと。10年後はもう、本当に廃業するとこだらけになると思います。それはもうね、お店で、商売するのが、悪いとか恥ずかしいと言ってるわけではないんですよ。多すぎて、値下げ競争になっているだけなんですよ。で、値下げ競争に勝てるところっていうのは、ほとんどは勝てないですからね。原価がありますから。で、ネットビジネスをすると、原価がないんで、勝てるわけですよ。価格競争で。じゃあ、そういうものを相手にして、固定費がかかるようなリアルビジネスが、インターネットビジネスに、切り込んできて、対抗できますかって言ったら、なかなか難しいと思いますね。うん。でも、単純に考えていただいて、大勢の人に自分の動画を見せようと思ったら、どれだけお金がかかるかってことなんですよ。それはインターネットビジネス、要するにインターネットの仕組み、YouTube を使ったらタダなんですよね。だから、こけないんですよ。これ動画を撮って、私が、いくばくかの経費かけてたら、経費を回収しない限り私は倒産しますよね。まあ、でも、YouTube っていうのは、YouTube っていう会社がタダでサーバーとかをね、貸してくれて、回線を作ってくれてってことしますんで、もう、払いがないんですよ。これを多くの方に提供しても。払いがないんですよ。うん。あとは、私のお伝えする内容にさらに価値の高い金額をいただいてもいいレベルのものは有料で売ればいいということにもなります。今日はですね、ここまでお届けして、一旦ですね、動画の方をお休みになるかもしれませんが、まあ、続くと思いますんで、今度は9日目でお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。